So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you are just begun. So this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear, Merry Christmas and Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas for weak and for strong, for rich and the poor. For black and for white, for yellow and red ones, let's stop all the fight. A very Merry Christmas and Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. ジョン・レノンの Happy Christmas, War is over。 ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはガズレレ流ショートカットバージョンです。フルでやりたい方、このパターンをこう歌詞へ書き足していってオリジナルの楽を作り上げてください。動画の中で何とか一緒にできるようになった方も書いてね、その書いたものを見て自分だけで演奏するのをおすすめします。その時の参考になるように、ガズのノートを見せます。洋楽の場合はプリントアウトして書く場合があるんですけど、今日はですねちょっと伝えたいことがあって手で書きました。こうやって手で書くともうめちゃくちゃやっぱ英語ですからね、こう言葉が多いんですけれども、比較的歌いやすい部類に入る英語の曲だと思います。で、やっぱり歌詞も英語でコードも英語だからね、ちょっとごちゃごちゃになっちゃうんで、ちょっと青っぽい字でコードは書いたんですけど、コード進行はめっちゃシンプルなんですけど、さっきも言ったんですけどね、ちょっとこのね難しいコード出てきちゃうんですよ、2個ぐらいね。 G マイナーと A シャープ、これちょっと後で解説しますけど、ひとまず今はメモってください。はい、こんな感じですね、このあたり。まあ、もしかしたらテロップ、動画のテロップを一時停止して書いてもらった方がいいかもしれないですね。シンプルですから、ひとまずコードの動きとしてはね。はい、繰り返しです。で、ここ、もう、ラストの、ここは、ガズの手やったけど、ラー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 とか、ララで歌ってもね、みんなで歌えるからいいかなと思うんですよね。まあ、今はひとまずこの、英語バージョンの方を繰り返してやってみました。これ、オリジナルガズレレオリジナルアレンジです。はい。じゃあ、出てくるコードをまず解説しましょう。まずね、出てくるコードは、ここに書いてあった。C と F と Dm と G7。これはもういいでしょ ?C と F と Dm と G7。これも入門コードのグループですからね。まあ一応確認しておきましょう。この辺の超入門コードはね、これ、ガズレレではこのガズレレ必須コードと言ってよって、10個ぐらいあるんですよ。超入門コード。たまにスッと覚えられる。わかりやすい動画撮ってます、ガズが。ここにリンク貼っておきますんで、とりあえず10個覚えちゃってよ、その入門コードはね。そのうちの4個が基本に出てくるんですけど、今日どうしてもちょっとやっぱ、避けられないというか、そう、これはね、簡単にできなかったんです。そういうメロディーラインでね。まあ、キーが変わってるんですよね、つまりは。ちょっとやってみましょう。まず、Gm っていうコードから解説します。これはシンプル簡単バージョンでもかっこいいバージョンでも出てきちゃうんでね。Gm って押さえる場所、ここと、ここと、ここ。もう一回、ここと、ここと、ここですよ。だから、こういう風に押さえるか、あるいは小指でこう押さえる。はい。
これが G マイナーです。これはなかなか出てこないんで、パッと急にね演奏の最中に切り替えるのは結構、ね、難しいかなと思います。あとはたまに出てくるこの A シャープ、これ A シャープね、これもねなかなかちょっと初心者の人は難しい。押さえる場所いきます。こことここと、ここと、ここ。ここ、ここ、ここ、ここ。で、初心者の人は、まずこの二つを人差し指でこう、ギュッと押さえちゃうのをおすすめします。ここ、このぐらいしなるわけよ。ギュッと押さえ込むわけ。そして、ちょい、ちょい。はい。このギュッと押さえるとき見て、親指は相当下の位置に寄ってますね。要は、ここでこうやって挟むわけだから、その挟む真下に置きたいわけだからね。はい。で、ちょいちょいとここを足して、A シャープ。で、ちょっと慣れてる方は1フレット制覇バレーって言って、これで1フレットビシッと押さえてちょいちょいでも、まあもちろんどちらでもいいですけど、はい。この A シャープというコードと Gマイナーというコードを、どうしてもやりたいんで練習してください。はい。というわけで今のは、ワンブロックに4つ引きでゆっくりやったバージョンが今のシンプル簡単バージョンでした。じゃあ、こっからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、やっぱリズムです。まずこのリズムなんですけど、こういうリズムになってます。3連のリズムですね。こんな感じです。じゃあ C の、A メロの一番最初のところをやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォータンタカタン、タンタカタン、タンタカタン、タンタカタン。これ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これでワンブロックなんですよ。要は、1の時に3つ鳴らすわけ。これがリズムの基本だと覚えておいてください。はい、ここに書きました。3連のリズムって書いてあって、ここね、タンタカタン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 。このタンタカタンがこのワンブロックに入るわけです。ここでタンタカタン、タンタカタン、タンタカタン、タンタカタン。これをまず基本のリズムとして覚えておいてください。ちなみにアクセントが入った方がいいですから C でやります。タンタカタン、タンタカタン。最初は強い。タンタカタン、タンタカタン。これを覚えておいてください。これが基本になるんですけど、これだけじゃないです。あれやりたいでしょ、あれ。いきます。こんな感じです。これですよ、これやっぱりこれでしょ。これのスケール感、このなんかスケール感、まあ、同じこと2回言いましたけど、このスケール感でやりたいわけです。これフレーズを弾いていきます。ワンコードにずつこれを分解して今から解説していきます。まずちょっとここ見てもらいたいんですけど、今見てもらったんだけど、ここにね謎の数字があるでしょ。1、2、3、1って書いてある。あれまた 1? ってこうなるじゃないですか。1の時のフレーズ、2の時のフレーズ、だんだん分解していきます。ここに書いておきました。これね、例えばこれ1の時はこの C のコードでこういう風に弾きますという風に。ここ3000って C なんですよ。3020ってこれ意味わかる？これ3弦だけ2フレットになったってこと。コードネームで言うと C アドナインス。次、3100ってなった。これコードネームで言うと C サスフォー。C。こうやってメロディを弾いていくわけ。ちょっとこれ、ちょっと一個ずつ分解していきましょう。じゃあまず、1の C のフレーズいきますよ。まず C を押さえといて、次、一番最初この C だけ。2番目は、3弦の2フレット C を押さえたまま足す。3弦の2フレットね。その次は、2弦の1フレットを足す。はい。その次また C に戻ります。これがワンフレーズ。わかった？この表、見て、もう一回いきますよ。C から3弦の2フレット行って、2弦の1フレット行って、また C に戻った。はい、これが1のフレーズです。じゃあ次2のフレーズいきます。2のフレーズは今度 D マイナーがベースになってますからね。そうすると、今度は簡単です。D マイナーって最初こうじゃないですか。2弦だけ見てて、ここで1、0、2弦の3、1になります。0離した3フレットに、今やってるのは D マイナーと、こことここを押さえたまま、1、0、3、1にしただけ。はい、OK ですね。これが2のパターン。次3のパターンは G7 です。G7 は、こういう風に押さえといて、1弦見ててね。はい。まず3から始まるんですよ。
要は G7 サスポーですね、あのマニアックな言い方をすると3202です。 G7 を押さえたまま1弦3202、はい、これ簡単ですね。で1行目はもう一回 C の1のパターンやって、はい、次2行目の F のコードのところに行きます。 F のコード次は4ですね。だから F は Dm の時と結構似てて、 F を押さえたまま2弦見てて、102弦の3また1、要は今度は F の時は Am のところを押さえたまま2弦1フレット0フレット3フレット1フレット、はい。次5のパターン、ここが難しいです。 Gm です。 Gm っていうのはここと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 ここだったからこうでしょ、はい。これで今度は、はい、まず Gm で1フレット、まず1弦だけに注目、1弦の1離して0、次1弦の3、1に戻る。1弦の3を押さえるときにちょっとここ小指で狭いから、ちょっとここら辺がキーポイントかな。はい、ちょっとこう下に下げといた方がいいと思います、親指はね。はい、1弦の1031ですね。その次は6はね、 C なんだけども、この6のブロックだけちょっと C のやり方が変わります。今度は、C を押さえたまま2弦の1フレットから始まります。210で今度3弦の2フレット、 2C に戻る、こう、はい、順番がちょっと変わります。なので 1の弾き方と6の弾き方同じ C なんだけどちょっとパターンが変わるという、この6個の弾き方、を弾きながら進めていくわけでございます。全部まとめて書くとこんな感じです。1のパターン、これだから1と6のパターン同じ C だけどちょっと違うってこと。これ見方なんとなくイメージできたかな、はい。これ 4段並んでて、一番上の段が1弦ですからね、2番目が2弦3弦4弦です、はい。だから3000って C です。これでなんかこう読み解いていってください。これをやるだけでだいぶもう世界観がパッと広がります、はい。でベリーメリークリスマスのところはフレーズを弾かずにもうジャンジャカジャンジャンジャカジャンジャンジャカジャンジャンジャカってもう言っちゃいます、はい。最後のあの War is over のリフレインのところも、特にメロディーはなく淡々とタンタカタンタンタカタンというふうにやろうと思います。さあシンプルなんだけど奥が深い、しかも英語ですからね、はい。やってみましょう、じっくり、まだ回数ぐらいありますから、クリスマスまではね。あとこれハッピーニューイヤーですから、まだちょっとクリスマス過ぎてもこう歌いたい曲ではあります。1ヶ月練習して、気持ちを込めて歌えるようになりましょう。じゃあ行きましょう。Happy Christmas, War is over. ジョン・レノンの曲数れる理由、かっこいいバージョンやってみる。1,2,3 So this is Christmas.
Happy Christmas. War is over. ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このフレーズ入るだけでね、だいぶいいでしょこれ。このなんか広がりね、これと一緒に歌いたいけど、やっぱりやってみたらわかりますよ。まあ歌のタイミングとこっちのずれるタイミングがまあもちろん違いますからね。ものすごい脳トレです。だけど脳トレばっかりじゃこの歌のねシーンが伝わらない。これをこう、このロマンでございます。はい、楽しく音楽ってね、ほんとすごいですよね。しかもこれ英語ですからね、またより難しいんですけど、やり始めたら止まんないやつですから。皆さん楽しんで音楽やりましょう。はい、お知らせです。こちらちょっと見てみてください。これサムネイルなんですけど、白いウクレレ持ってますカズさんね。これ今度ね、今週末行われる、大阪で行われる G ラボガズレレウクレレのポップアップショップ、どこでやるかというと、ララポート泉です。大阪のね泉にあるしまむら学生店さんの店内でポップアップショップが行われる中で、このララポート泉店しまむら学生が特別オーダーしたこの白い2本、これがやばいですよね。あとこれの展示はもちろんですけど、 G ラボガズレレのフルラインナップの展示とか、アンプとか、G ソリッドの展示もあります。ぜひ大阪界隈の方、このポップアップショップララポート泉にお越しください。2023年のクリスマスイブはなんと日曜日ということで、なんとガズレレ YouTube チャンネルでライブ配信クリスマスパーティーしますよ。14時からです。皆さんぜひ予定入れておいてください。その時にみんなで歌ったり、このメロディー弾いたりできるようにちょっとね予習してもらうといいかなと。でさっきにあの概要欄に貼ってるクリスマスの曲もちょっとそこで今一度確認してもらって、クリスマスのムード盛り上げて、クリスマスイブには本番突入みたいな感じでやっていこうじゃありませんか。新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさこれですからね、かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで、はい、これどういう本かというと、このね今これ目に見てるソングブック5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、じゃあこれ楽譜なんですけど、こう開きやすいんですよ。すごいグッと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃいい本になっております。中身は 1,2,3,4 とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とか、このね見やすさとか、はい、なかなか考えられている本です。ございます。でこれ帯をね外すとね、すごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯。はい、帯外しました。そしたら後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見られるというね、そういうアイデアも満載なこの本、ただいまアマゾンとか書店さん、楽器店さんで大好評、予約受付期間中です。よろしくお願いします。でガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、あのインストールは無料ですんで、まず入れてみて、お試し、あの、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとか、キャップだとか、T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。あの、公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、あの、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTube、これ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、あの、本当に簡単ですから。あの、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見てみてください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。